こんな感じですごいゆるゆるやってるので、はい、あのなんだろう、何かの目的のために聞いてるということではなく、聞きたいことだけをとにかく聞くっていう回になってます、はい、よろしくお願いします。お願いします。インタビュー何を聞こうかって本当に自分の興味本位でしかないんですけど、クリスタルボールってされてるじゃないですか、あれって相手にどんな影響を与えるためのもの、ですね、クリスタルボールから出る音がこう波なんですよ。で、人間もこういう、波動とか波長とかありますね。それを強制的にはないんですけど、こう整える意味があるんです。で、もう一つはクリスタルボールって水晶なんですけど、水晶は水晶の中に入っているものとケイ素と人間の持ってるケイ素が一緒なんですね。だから活性化させるっていう意味もあるんです。なんかこうカチッカチッってメトロノームが台の上に置いてあって100個、でバラバラだったやつがだんだんこう揃っていくってやつ見たことあります、ありますあります。だから共鳴とかもこう振動がだん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 こう揃っていくっていうイメージなんですか、そうですね、なんでそれやろうと思ったんですか。ですね、7年ぐらい前に一回されてる方の動画を見たんですよ。いや、私もいいなと思ったんですけど、その時検索すると近くに先生がいらっしゃらなくて、でボール自体も全然日本に入ってきてなかったんですね。でそれからしばらくもう忘れてて、去年の7月に、神戸にいらっしゃる加納ひろみさんっていう方がクリスタルボールをされてるっていうのをネットで見つけまして、やりたいと思って、それでひろみさんのところに連絡をしたんです。そのやりたいっていうのが気持ちの中の、なんでそんな風に動いたんだろうなと思って。私もともと楽器をしてたんですね。ピアノをしてて、その後あユーフォニウムっていう吹奏楽をしてたんです。でも楽器ってなんかやっぱり物なんですよ。楽器されてる方にとっては違うかと思うんですけど、ピアノもやっぱりもう出来上がったものなんですね。で、ユーフォニウムは金管なので金属でできたものなんです。クリスタルボールって水晶でできてるんですよ。だから言ったらパワーストーンから音が出るんですね。なんかそこに、石から音が出るのとか、パワーストーンももともと好きだったので、どんなことが起こるんだろうって、そっちの興味の方が先ですね。素材の音色がとかメロディーがとかではなくて、素材の音なわけですもんね。それをなんかこう組み合わせていきますよね、あれって、いくつかのやつを、そうですそうですそうです。あれはメロディーなものなんですか、それともそんな共鳴なだけなんですか、あれって。視覚を取っていくとご自分で作曲ができるようになってくるんですね。でも私はそこまではまだ取ってなくて、今は、セッションだとお相手に必要な音を出してます。相手に必要な音っていうのは、だと言語化は難しいのかもしれないですけど、何で決まるものなんですか。何で決まる、決まってはいないんでしょうけど、もともと私チャネリングといって、その方に必要なメッセージをお伝えする、でそれが聞こえる見えるっていう、特徴があるんです。聞こえる見える、だからセッションの時もクリスタルボールを使うセッションの時も最初にチャネリングをさせていただくんですね。で、出てきた言葉をお伝えします。でその時に、そのセッションは、とりあえずそこで終わるんですけど、でクリスタルボールを鳴らす時に今足りないものとか、その方にで今ブロックになっているものとかを私が感じてクリスタルボールを鳴らすんです。すると心が柔らかくなったり、そのブロックがこうほどけていったり溶けていくイメージですね。いくつか聞きたいことが今出てきて。出てきましたか。何聞いてもいいですか。どうぞ。ほらチャネリングの方とか、相手のことが浮かぶ分かるっていう方、そういう才能だとかスキルだとかあると思うんですけども、それって言っても自分の中の内側の世界から出てきている言葉なわけですよね。その内側の世界が宇宙とつながっているか何かとつながっているかとあると思うんですけど、それを相手に伝える時の迷いだとか、気持ちだとか、どんな気持ちで伝えるものなんですか。その言葉は私から出てきているのではなく、お相手の魂に私はつながって、お相手の魂から言葉を取ってきているんですよ。だからもうそのまんまお伝えします。
相手の内側にあるものを言語化してあげるとか、うん、そうですね、うん、とかあとは、守護の方たち、守護霊だったり、創造主って言ってその方の宇宙にいる本元々の魂だったりとつながるので、そこからのメッセージをお伝えしてますね。相手にとって聞きたいメッセージもあれば隠しておきたいメッセージもあるわけですよね。それってそれは、あ、これは隠しておきたいなっていうのは伝える前に分かるものなんですか。そうです。私の場合は、その方が見たくないとブロックしたり隠したりすると私は聞こえないんです。あ、そうなんですね、うん、だから過去とかも見れるんですけど、だいたいこう遡っていって、小学校を、幼稚園ぐらいまで遡っていって、そっから先、あ、見えないですって私お伝えするんですね、うん、そういう時はもうそっから先は見てほしくないっていう時なので、見ないしお伝えもしないです。これってみんな何目的で見てもらいたいんですかね。自分の中の傷だとか課題だとかを解決したくてセッションお願いしますっていうことなんですか。そうですね。あとはただ単に、今必要なメッセージだったり、どっちに進むとか私あんまり言わないんですけど、なんかモヤモヤしてる時とか、大体そういう時って上から、お知らせが来てるんですよ。今必要なことがあるからちょっとミリーさんとこ行ってみてみたいな感じで、で受け取ったご本人がなんかモヤモヤするんですよねって来られて、あ、今ここじゃないかなっていうのをお伝えしますね。それって自分、相手の中にある言葉を取り出してあげて、まあ、相手に伝えるっていうことは、うん、相手の中にある言葉が、うん、なんだろう、どっちに向いてるかによってだいぶ変わってくるのかなと思うんですよ。例えばその人がこう、ネガティブ的なことを常に考えてしまう人で、うんうん、そのネガティブな言葉が降りてきたら、それ伝えるわけではないんですね。それは、うん、ネガティブなことも伝えます。あ、そうなんですね、うん、伝えますけど、基本宇宙は愛と光なので、ネガティブの先には絶対ポジティブがあるんですよ。で、私のセッションはダメですよねでは終わらないですね。だから次どうするっていう言葉を下ろしてお伝えしますね。うん、愛と光なんです、はい、そう、いや全然笑い事じゃないですけど、すいません。そうなんです。宇宙はイエスとしか言わないし、宇宙は、そう、愛と光しかなくって、そこに飽きた魂たちが地球っていうアトラクションを楽しみに来てるっていうのが私の考えなんです。なんかそういう話もすごく哲学的になっていて面白いなと思うんですけど、もともと愛と光があって、それに人間が気づいたのか、人間側があれは愛と光だって定義したのかっていうと、で全然変わってくるような気がするんですよ。どっちなイメージでやってます？気づいてないですね、私は。人間は気づいてないと思ってます、気づいてしまうと平和な世の中になって何にも楽しみがなくなると思うんですよ。あ、逆に、うん、ここに降りてきたのは悲しみとか寂しさとかこの焦りとかを体験しに降りてきたと思ってるんですね、だからのほほんと気づいたらもう帰っちゃうんじゃないかな、だから何かをしに絶対降りてきてるので、それをクリアにしないと帰れないと思ってます。それは、まあ、さっきのアトラクションっていう言葉で表現だと思うんですけども、悩みだとか課題だとか苦しい部分だとかっていうのも、人生の彩りというか何かを表現するための一つの物語でしかないということなんですね、と思っております、実際にでもこれまで、クリスタルボールに出会われたのが1年ぐらい前、去年、そうですね、7月ぐらいですね。それまではやっぱり課題だとかが自分の内側にあったりして、どう解決していいんだろうっていうのを悩んでた時期は結構ありました。ありましたね。もうこのスピリチュアルの特徴がもう嫌で蓋をした時期があって、で第2子が生まれて見えるよって言われて、でも見たくなかったんですよね、見える特徴を世の中にはずっと隠してましたね。親にも隠、今現在も隠して、まあまあ 見つかったらまあいいかなっていうぐらいで、そういう自分は自分の中ではどう定義づけてるんですか。隠している、そのスキルだというか才能だとかを見られないようにしている、どこかこう蓋をするわけですよね。それって、そういう自分は今はどんな感覚で見てるんですか。
今はもう見つかったらいいやって感じですね。前はもう本当に見ないでって感じでしたね。だからずっとなんか心の中のことも出せなかったし、こうギューってなってましたね。見ないでということは、うん、見られているというのは自分を見せなきゃいけなくなっちゃうからって、うん、そこに対する抵抗感なんですよね、きっと。うんうんうん、あと人と違うっていうのがかなり持ってました。そうなんですね。うん、去年まで持ってたかもしれないですね。何を、まあ、今ももしかしたらその向き合い中かもしれないですけども、何でそのふって軽くなったりだとか次に進めたんですか。なんでしょうね。もうなんか諦めた感じですかね。諦めた。あ、で私もう見えるだし、口コミでお仕事をしてて、ちょこちょこしてたんですよ。そしたらだんだん私が何も言わなくても、あなたちょっと違うよねって言われることが増えてきたんですね。スピリチュアルをされてる先生たちが周りにいらっしゃったり、そういうセッションを受けてらっしゃる方がちょこちょこ周りにいらっしゃって、黙っててもバレるんだっていうことに気づいたんです。いや私何も言ってませんけどって言ったら、兄ちゃんいるだけでバレるの分かってないのって言われて、バレてるんですね。そこですね。それって自分がまあ子供の時だとか、うん、それが見えないようにとか、こんな私はって思ってた時があったとして、うん、周りにどう接してほしかったです。 むしろ接してほしくなかった、うんうん、そうですね、触れてほしくなかったですね、うん、だからこう思うのとか予知夢とかを母に話した時に、大丈夫って言われたんですよ。なるほど、はいはい、なるほど。それで、だって見えるもんっていうのが何年か続いて、やっぱり大きくなってきたらね、あ、普通と違うかもとか、あ、ここ言っちゃいけなかったんだなっていうのがだんだん分かってきたんですよ。それは家庭の中で気づいちゃったんですか、それともお友達とかに言われて。友達にも言われましたね。予知夢って何とか、うん、今やってることが昨日の夢で見たってどういうこととか、うん、でも私も子供だったので説明できなくて、いや夢で見たしとか、そういうちぐはぐなことが外でもうちでもありましたね。傷つくものですか、それは。やっぱりね、小学生の女子とかはみんな一緒がいいんですよ。中学生になったらもう私隠してたかな。というのも、うちも娘も3歳半で、まあ、もうちょっとで4歳になるんですけども、やっぱり子供ならではなんだと思うんですけど、どこのおじいちゃんそれっていう話のおじいちゃんがねっていうことを言ったりするんですよ。ああ、そうなんですね。ずっと四六時中一緒にいるから会ってないのは知ってるし、ママの方のおじいちゃん、パパの方のおじいちゃんっていうと違う誰でしょう、どこで会ったおじいちゃんって誰でしょう、どこで会ったおじいちゃんっていう、へ、おばあちゃんはいっぱい物を買ってくれて、おじいちゃんはいっぱいして、知識があるというか、これ直してくれたんだよとか。でもそれをどっちのおじいちゃんでもないっていうのがあって、でも全然それはそれで、あ、そうなんだ、おじいちゃんすごいねって話しかしないんですけど、これが多分大人になっていって、どんな成長で、ね、減るかわからないですけども、なんかおかしいって言う人もきっといるわけですよね。だからその時に、あ、どういう接し方のパターンがあるのかなって知っておきたかった。多分もう今の時代はスピリチュアルとかも結構浸透してると思うんですよ。見える人っていうのも開示してるし、オーラが見えますっていう、そういうお仕事にもなってるし、まあ、私もそうですけど、スピリチュアルセッションっていうのがもう一般的にお仕事になってるんで、あ、そういう人なんだなって多分分類がもうできてくると思うんです。娘ちゃんがね、もうちょっと大きくなってきたら、今ももうそういう分類ができてるんで、私の時代の時は、ほとんどいた子さんぐらいかな、そういうのってぐらい特殊なものだったので、そんなに気にしなくても大丈夫かと思います。そうですね、時代的にもそういったスピリチュアル的な流れだとか、気持ちのとか魂の時代に入っていると思うので、すでにそこの対する価値って高まっていくじゃないですか。その中で
これまでは隠していこうって思ってたのが、うん、最近徐々にこう出していこうとか出してもいいかもって思ってくるようになって、うんうん、これからはどんな展開をしていくんですか、ね、はい、興味本位でしかないですけど、うん、もうちょっと飛んだ話なんですけど、私のエネルギーって見る人が見たら大きいらしいんです。でもそこを私は認識してなくて、で最近認識したんですね。あ、私もっとエネルギー大きく出していいやって、こう宇宙レベル でどこまで行ったら誰かとぶつかるかなと思ってたんですけど、誰かとぶつかることもないなっていうのが一つ思って、で自分のエネルギーをもっとなんか濃くしていこうと思ったんです。ニッチにとか変態的にとか、そう、自分をもっと濃く、どんどん出していくっていうのが今の課題ですね。それはアクセルを踏むみたいな感じで出していこうっていう気持ちになったものなんですか、それともそれはもうそこにあるものであって認める、受け入れる的な方向ですか、どっちもですね。今まではアクセル踏んでブレーキも踏んでどっちなのって感じだったんですけど、今はもうどんどん広がるなら勝手に広がっていい、でこれが私なんだって受け入れる、どっちもですね。なんか最近 SNS を見てるから特にかもしれないんですけど、話題にするだとかそれに触れるほどそれの小ささを感じてしまう時があって、なんか特定の誰とか言わないですよ、なんかいやこれができてすごいですっていうのは当然それはそうだったと思うし、すごいねとも思うし、それをこう何回も出すことによって、その人はこれをすごいと思う人なんだっていうのに定義付けられちゃうので、なんかなんだろう、もっとその人にとって当たり前であれば出ないのかもと思ったりとするところがちょっとありまして、そのエネルギーの大きさとか、存在の大きさとかをどう出していくのかっていうのって、結構センスとか、繊細な部分がありますよね。それは今まで修行というか勉強してきて、自分のエネルギーを感じるとか、自分のエネルギーってこうなんだよっていうお勉強をしてきたんですよ。だからやっぱりそこを突き詰めていく感じですね。エネルギーって本当に面白いなと思っていて、方向性だとかもあるじゃないですか、矢印みたいな方向性だとか、それのベクトルというエネルギーのやり方もあると思うし、あと圧もあると思うし、大きければいいわけではなく、それだとふんわり包み込むエネルギーだし、でもこの研ぎ澄ますことによって狭いかもしれないけど強いっていうエネルギーもなるし、エネルギーの扱い方ってもう経営だとかも含めて絶対いる時代になってきますよ ね。そうですね。で自分のエネルギーと他人のエネルギーを、分かることが一番大事かなと私は思います。自分のエネルギーが、A、B、C とは絶対に言えないとは思うんですけど、A だとして、相手のエネルギーが B だとして、こことここが違うって分かるわけじゃないですか。これを共鳴させるっていうのはクリスタルボールの考え方とかが役に立つものなんですかね。人とのは共鳴しないですね。うわ、しないんですね。私がボールをお客様に演奏するときは、もう私は筒なんです。私のエネルギーを使ってるわけではなく、私はもう宇宙からこうエネルギーを、その時はねエネルギーを下ろしてきて筒になってお相手に必要な音を出すだけです。そうなんです。自分のエネルギーのことを考えると、本当に定義付けないようにはしているところがあるんですよ。なんかジャッジしないみたいなところがありまして、さすがに家庭の中で奥さんとの意見話をし合ったりとかするときはお互いのエネルギーでぶつかることはあるんですけど、他の人と話をするとか仕事だとか、ぶつける日に必要ないなと思ってるところがあって、なんか自分のエネルギーの発し方とかはふわーんってずっとしてるような気がします。ですね。なんかね、それはまあいい悪いではないでしょうけどね。水野さんそんな感じですよ。あ、そうですか。だからね、きつい言葉をおっしゃらないけど、たとえきつい言葉を投げかけられてもエネルギーがとっても柔らかいので、うーんって聞いちゃうと思います。あ、そうなんですね。メンバーさんにはね、言う時はありますけれども、なんかその部
自分ももっともっと考えていかないとかとか、もっともっと調整していかないとなと思うところがありますね。なんか人に自分だけだったらとか、自分と相手だけだったりしたら分かってくると思うんですけども、うん、チームとかになってくると対不特定多数とか、まあ、特定なんですけど、ね、対複数になっちゃうので、自分の存在感とか、自分のエネルギーだとかをなんとなく見せるっていう方がいいのかなと思ったりもします。なんかそうなんですよ。どんな人がお客さんとして、お客さんとかクライアントとして来ます？女性ですね。ほとんど女性ですね、でもやっぱりなんとなくっていう方が多いんですよ。スピリチュアルセッションされてる方いっぱいいるんですけど、なんとなくミリーさんにお会いしたいとか、 Facebook ライブもこの間42日間やって昨日で終わったんですけど、なんとなくミリーちゃんのボール聞いちゃうんだよねとか、でもそれはやっぱり魂と魂が響き合うとか、私の持ってるエネルギーが、気になって来られる方とか、私はそこ意図してるんですね。私に必要ない人はいらない、私のフィールドに入ってくる人は私に必要な方っていうのを意図してるので、多分それに引き寄せられるんじゃないかなと思います。その人はもちろんただなんとなく会いたいっていうところだと思うんですけども、そこからクライアントさんになっていくわけですよね、それはその中にある会いたくてふんわりしていて、でもここが課題でっていうのは明確に相手は持ってるものですか？そうですね、とりあえず会いたいって口実で来るんですけど、心の中にはいっぱい持ってるんです。まあ、どなたもね絶対あるんです。それを本当に私自分で言うのもあれですけど、端的に引き出してこれってもう出しちゃうんですよね。嫌な部分は出さないですけど、これですよねって出すんで、多分だからお客様のあ、それが言いたかったのとか、そこが引っかかってたのって結構スパンとその時に目が開く感じですね。なんかすごい面白いですね。そうです。でもそれって相手の中にしか答えがないじゃないですか、だからすっごい極端な話、家の中で鍵を探したのっていう話と同じで、いやあるはずなんだけどないのよっていううまいですね。でそれをさ自分で一生懸命探せば見つけられるんだろうけど、今知りたいからどこに鍵があるか教えてっていうことですよね、そこに対して対価を払うという、そうですね。なるほど、なんかそれ面白いですね。そうですか。なんかなんだろう、ふんわりしたよくわからないものって考えると、なんでそこにそのお金があってとか、サービス、ビジネスとしてとかお仕事としてとかあると思うんですけど、もうそうか、答えを早く知りたいとか、どこにあるか知りたいとか、っていうのの、まあ、ヒントなのかその答えなのかちょっとわからないですけども、っていうのを買いに来るというか取りに来るんですね。そうですね。でご継続の方だったら最初来られた時ってやっぱりネガティブな発し方をするんですね。私はできないとかやらなければとか、そこを見つけるの私得意なんですよ。でこうバーって書き出していって、こうなってるけど気づいてるっていうのをお伝えして、ほとんど無意識で発してるんですよね。でそこをじゃあ変えていこうかって、スピリチュアルも使いますけど、やっぱりそういう言葉がけはやっぱり言霊なので、それを変えていくと3ヶ月で本当に皆さんポジティブな言葉になってますね。なんか今さっきの自分の例え話がまだ引きずってしまってるんですけど、その心の在り方のなんか模様替えみたいな、部屋の模様替えみたいな感じだとか、あと部屋がここは綺麗なんだけどここはぐちゃぐちゃしてる、あ、うちで言うとあそこがぐちゃぐちゃしてるみたいな心の中にあるわけですよね、きっと。そこはこうすればいいんじゃないだとか、このトーンだったらこの色はこの色にすると見えなくなるよ、もしくは見やすくなるよっていうのが伝えるわけですね、そうですね。それはなんかイメージが、すみません、男性のなので感じますけど、イメージが自分の中ではなるほどなって思います。こういう話をただただ聞く回なんですよ、はい、すみません、面白いです。じゃあそれがどんなサービスとかどうですか、どうですかっていうことではなく、へーで終わるっていう、いいです。こういう人もいたんだって、なんかコレクションの一つですよね。なんかまあそれもそうなんですけど、やっぱりいろんな人の価値観とか、それぞれ生きてきた人生だとかあるので、僕一人だけで考えて一人で答え出したらもうその一本の道筋しかない人生じゃないですか、まあ、本を読むのもそうですけども、あ、そっか、こういう考え方あるなとか、このパターンだったらこうだなってなんか知っておきたいというだけなんですよね、なんかね。でも私のセッションもそうですね、いろんなお客様が来られるので、
あ、そういう人生ねって、うん、だから分かります、うん、引き出しっていう言葉が正しいかどうか分からないですけども、うん、なんかいろんなパターンを知っておきたいんです、うん、っていうのも多分自分の人生の中でどう守るかとか、うん、どう効率よく攻めるかというよりは、うん、関わる人が増えてきているので、うんうんうん、あ、そうか、この子の気持ちはこういうことなんだなっていうのは知ってあげたいとかいうところから来てると思うんです。あ、そっか、うん、理解をしてあげたい、ね、理解は多分しないと思います。知っておきたいっていうだけです興味ですね、そこも。そうですね、でも理解するってなると、うん、一個なんかハードルが複雑になる気がするんですよ。君の言うことも理解したけどもこうだよねって言わなきゃいけないんですよ、うんうんうん、でもよく分かんないけどこうじゃないって言ってたいと、そこで分かっちゃうと言いづらくなるし、うーん、でもそのパターンはあんま一応知ってますというふうにしたいかなという。へ、そこいいですよね。理解になると自分が多分重くなるってことですよね。だし伝わらないですよね多分。あ、自分の感覚だけですけど、なんか例えば恋愛相談をしてくれた女の子がいたとして、うん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 、でそのパターンだとかそのこともなんか共感したとして、うんうん、なんかその君の気持ちも分かるし相手の気持ちもやりたいことも分かるけど、うん、でもその時はこうじゃないって言うのって全然伝わらない気がしてて、うん、なんか本質をつきづらいかなと。そうではなく自分はこう思うってことですか。そうですね、うん、それがなんか全然的外れなこと言わないように一応知っとくみたいなパターンはしてるかっていう感じかな、うん。私、水野さんが聞き流すってすごく刺さりました。本当ですか、うん、受け入れる、受け止めるでもなく聞き流す。その聞いてないですね第三の選択肢ですね聞いてないけどでも聞いてるんですよね。聞いてないけど一応聞いてます。今度別のとこ見てますけど聞いてます、はい。あ、でもね、うん、奥さんの話を聞くときはパソコンは閉じるようにできるだけしてます、ね、うん、あ、素敵。あ、そうなのねっていうのではなく、まあ、たまにやりますけど、ね、うんうんうん、今この返信だけさせてもらいますけど、うんうん、どこでどう向き合うかと、ね、向き合わないかはありますよね。それは奥様から言われたんですか。うん、全然です。へー、そこでも素敵ですよね。お相手のことを考えて自分で行動するっていうのが私水野さんに惹かれて今日来たポイントなんですよ。めっちゃ戻りましたけど遠方からはるばる、なぜここにいるかという話ね自分がしたいことだけを伝えるんではなく、こう思ってるからこうしてくれたら嬉しいんだよというその言葉書きがね、めっちゃ人に丁寧に扱ってるし、でもっといけばご自分のことも丁寧に扱ってるんだろうなって感動して泣いたポイントです。泣いてもらったんですね。泣いたんです、後から、はい、そうなんですね、うん、大体酔ってる時しか書かないですけどね夜中2時半とかでしたね。そうそうそう、大体お酒がピークになってもう寝ようかなって時に書くという。でもいいです。で朝に、あ、しまったと思って消すみたいな。残しといてくださいこといっぱいあります。で思ったんですよ、この方は何を原動力なんだろうと思って。家族が大好きだからそうしてるのか、自分が心地よくするためにそうしてもらってるのか、うーん、どうですか。あ、その場を作りたいだけなんですよ。なんか、なんかあなたがこうしないといけないとか、うん、こうしてくれないからこれが嫌だとかいうことではなく、うんうんうん、こういう方にのこういう環境だからこうする方が楽しくないみたいな。なんか、そうそう、例えば、うん、無口で人と話をするのが苦手な子がいて。うん、人とね話をするときは目を見て話をする方がいいよっていう言い方もあるし、うんうんうん、とかこういうときは楽しまなきゃいけないよっていう言い方もあるし、うんうん、でもなんかわかんないけど向こうで美味しそうにご飯食べててビール飲んでてめっちゃ楽しそうで、うん、おいでおいでっていう方が早かったりするし、うん、なんかこっちの方です、うん、そっか、相手に別に何も伝えないみたいな。とっても柔らかいですよね。というのをなんか場作りは意識を、まあ、そうじゃない時もねもちろんありますけど、チームメンバーに嫌な思いさせちゃうこととかね、言葉間違えましたすいませんって謝ることもあるし、一番多分チームの中で一番謝ってるので、
なんかそういう時もありますけど、うんうんうん、まあ、そういう場を作りたい、文化を作りたいっていうのはもういつも思ってます、うん、なんかさっきのこっちで遊ぼうっていうのは本当ジャッジじゃないしコントロールじゃないし、来たければどうぞっていうスタンスですね。来なくてもいいしね別に。え、すごい大きいですよそれ。大きいのかな、めんどくさがりなだけない、伝えちゃうとねまたすごいまたすごい泣いちゃうとね。だから そうそう、それを伝えるって超エネルギーいるじゃないですか、うん、聞こえちゃうので。あ、そっか、それはもう生活というか、そういうそういうものなんですね自分の中では、うん、セッションの時は聞こえてくる、必要なものが聞こえてくるので、それをただ単に私が筒になってお話しするだけです、うん、だからそうですね、セッションの時は私もジャッジもコントロールも、セッションの時はないですね、うん、筒なので、うん、筒は疲れないんですか。うん、もうそうですね、昔は結構なんか取りに行こうとか、このメッセージどっから来てるんだろうってすごい考えてたんですよ。でもやっぱり自分のエネルギーを整えて、私の宇宙心とつながって、でもっと言ったら宇宙とつながってとすると、この自分のエネルギーの筒がすごく大きくなって、でこうストンと、ただ単にストンと入ってくるんです。本当降ってくる感じなので、降ってきたものを出さないと、降ってきたメッセージは私のものじゃないので、だからもう出しちゃう感じです。あの男性脳的な切り返しになってしまってあれなんですけど、うん、昔僕 の経営の先生から、うん、この広告の話だとかいろいろ聞いたときに、うん、じゃあこうやって伝えていって、こうやって広げていくといいんだよっていう話をされたことがあったんですよ、うん、でそれ の、うん、意味が理解できなくて、うん、それってどこまでいけば終わるんですかって聞いたんですよ、うんうんうん、で何人目で終わるんですかとか、うん、でも今考えればそういうもんじゃないと、そのエネルギー的なものがあって、ふわーって伝わっていって、あの商品だとかのサービスいいねってみんながこうふわーんって思ってもらえばいいということなんですけど、僕の中でもう勝ち1人目2人目3人目みたいになってて、なんかそれって再現なくやらなきゃいけないですってことですよねみたいなことを思ってた時があって、だからそう思ってもそう思っちゃってる子もいると思うんですよ。自分にどれだけ向き合えばいいんですかとか、そういうもんじゃないというのってどこで気づくか、またそのセッションの中で相手に戻してあげるかって結構高度なことですよね。でもそのための学びを 4,5 年しましたね私も。もともと見える聞こえるで家計的にもそうなんですけど、それをお伝えするノウハウとか、ノウハウですね、その微妙なところをやっぱり学びましたね。それは学んで納得できる、理解できるものなんですか。たまたま私と同じような方に出会ったんですよ、先生として。だからミリーちゃんはこういう風に生きてきたよねって先生が私を見た時にそうなって、だからこういうお勉強したらもっとこう楽にお伝えできるよとか、自分を防御しながらこうお仕事できるよって、なりましたね。もともとセラピストだったんですよ。あら、足裏 のほぐし屋さんのやつね、セラピストといっても、マッサージ的な要素がある、そこで足を触ると、寒くなるだとかあったかくなるだとかって結構ダイレクトにあるじゃないですか、あるじゃないですか。その教会の教えは、そういう時は手にお塩をすり込みなさいって思って、それはそれで軽くなる方もいるし、これはただの塩だって思ってる人もいるし、なんかそういったものを体系化するとか、これは伝えていくって、お勉強でとか学べば身につくものなんだっていうのはちょっと今びっくりしました。でもやっぱりエネルギーの使い方ですね。結局そこに戻ってきますね。自分を持って、自分のエネルギーはここっていうのを普段から意識しとく。でセッションになると全て外して筒になる。この切り替えができたときに、できますね。セッションしてるときに相手によって違うとは思うんですけども、ミリーさんという頭痛は、もっと楽になればいいのにとか、もっとこう考えればいいのにだとか、いろんな言葉のパターンがある中で、どういう頭痛になってるんですか。何にもこうなればいいのにっていう私の思考はないですね。
セッションの時私人間じゃないんですよ上の工事の存在で魂になっているので思考は止まるんですね。だから本当に降りてきた言葉しかお伝えしてないです。でもそれこそ受け止めるでも受け入れるでもなくそのメッセージが流れていくっていう感じなんですよね、うんうん、そうですそうですそうです。聞き流すができてるってことですよね。その時はそうですね、うんうんうん、普段ね思考で生きてますねでもネガティブな言葉がけを自分にしてるとかそういう気づく時は思考で見てるんですよ。でメッセージを受け取る時は筒ですね。なんかセッションの中でも使い分けてますね、うん、なんか今聞いてみたいなと思ったのが、うん、人と接している時に一番大事にしているフレーズとか言葉とか何かあります、うん、普段ですか。普段、まあ、特に人と話をしたりとか、うん、接している時に共感っていう人もいるし僕の場合は文化なんですよ、うん、そういう文化を作りたいっていう。私は人と私は別ですね。すごくそこで悩んできたんですよ。やっぱりセッションじゃないのに入り込んでたりしたから。だから、今は私は私の魂、あなたはあなたの魂、冷たく聞こえるかもしれないですけどここ区別線引きそんな感じですね。大阪で尊敬してる経営者さんがいて、うん、結構前なんですけど Facebook で発信をしてるのを見て、まあ、確かにそうだよなと思ったのが、うん、何かメッセージを伝えるときに、うん、思いを伝えた後に、知らんけどって伝えるよ、うん、なんかきっとこれはこうやってこうするといいんじゃない、知らんけど知らんけど入れると気持ちも楽になるし、うんうんうん、なんかそう伝えやすくなるっていうのがあって、うん、まあ、言うかどうか別としてそういうことよねって思ったりはします、そうですね、私はこう思うってことですね。そこでこうちゃんと線を引くっていうのはね、線を引いてない人って、なんだろう、いい感じで近づく方もいれば、うん、本当はこう言ってほしいだけみたいな人いるじゃないですか、つながりすぎちゃって、うん、そこも依存が生まれてしまいますよね。なんかそうですね、セッションの中でも普段でもそこは私とても気をつけてます。だって本当に知らんけどの話なんですけど、うん、私はこんなに苦しんでるんですよみたいな人いるじゃないですか、うん、なんか、うん、なんでそんなこと言うんですかみたいな、いや知らんがなっちゃうんですけど、それはもうなんかそれ苦しむのはあなたの仕事で、それをこう言葉をかけるのはこっちの仕事だからっていう。私の最終手段は魂は宇宙でプログラムをしてきてるんです。それが1万通りあるんです。だからあなたがプログラムした人生を今歩んでるんですとお伝えします。もうちょっと言葉欲しいですどういうことですか、どういう人生を歩むかっていうのはこう地球に生まれる前にも決めてるんですよね。でその決めた世界がパラレルワールドって言って1万通りあるんですよ。だから例えば私が予知夢を見て、あ、これ絶対予知夢って見ながら分かるんですけど、そこに行かないこともあるんですね。するとそこに行かないっていうのはそれはパラレルワールドの別の世界で起こってる出来事なので、あ、こっちのパラレルワールドのことを私予知夢見たんだなと思うんですよ。だから今苦しんでるっていうのも絶対みんなプログラムをしてきてるんですよね。このラインではってことですね、別のラインでは違う話があるかもしれないけど、だから諦めてじゃないけども受け止めてって感じなんですよね。それが嫌ならじゃあ違う選択肢をすればって、絶対選択できるんですよね。なんかいやでもこうは言ってもこう変われないんですっておっしゃる方もいるじゃないですか。それはもうずっとこの世界がこうつながってるって思ってるからであって、変化もないわけですね、そこって、でも確かにその1万通りっていう言葉を聞いて、こういう可能性もある、でそれが1万通り本当はあるんだよって話をすると、じゃあどの何線、山手線に乗る、こっちの線でも行けるよみたいな話じゃないですか。こっち人身事故がちょっとあって、今ちょっと渋滞してるけれども、こっちは比較的遠回りだけど楽に行けるよみたいなこともあるわけですよね、きっと、というのが1万本あるんですね。山手線みたいなのが1万本あるんですね。そうですね、で変われないって言ってる時点で変われない現実想像をしていってるんですよ。でずっと同じ現実を生きるんですね。変わりたいもそうなんです、
変わるって決めないとそっちに行けないんですよ。いや本当そうだと思います。いややりたいんですけどねって言ってる人って暇があればさみたいなことありますよね、なんかね、うんうんうん、多分私今日ここにいるのも水野さんにちょっと前から存じてました。でもそんな愛の深い人だとは知らず、もう愛が深いんだと思った日の朝に私メッセージしましたからね。はい、あ、そうなんですね。泣いたその日にで、すぐねお返事いただいて、 その後すぐに決まりましたね、確かにね、うんうんうん、でもお昼過ぎには1日のスケジュール立ってましたね、うん、会いたいなら会いに行けばいいし、会いたいって言ってなくて行動したらいいし、ちっちゃなことなんですけど、でも本当になんかそういうやって変えていかないと変わらないと思うんですよね。あの人大好き、会いたいってずっと見てたらずっとそのままなんですよ。そうですね、いや本当その通りですよ、うんうん、で私はなんだろう、 会いたいし写真を撮っていただきたい両方あの貢献させていただいて、ありがとうございます、叶えていただきました。でも私もできなかったので全然行動力はありましたけど、そんなすぐにはできなかったので、できない人の気持ちはとっても分かります。その中でクリスタルボールだとかセッションだとかはこれからより広げていかれるわけで、どう貢献するって言葉が合ってるのか、役に立つって言葉が合ってるのかちょっとわからないですけど、どういう展開を、まあ、さっきも聞いた内容の重複はしますけども、改めてどういう展開にしていきたいんですか。もう必要な方に届けたい、届かせるですね。私がこの人この人って選ぶのではなく、多分必要とされてる方はいっぱいいらっしゃるんですよ。そこに届けるだけ、そんな感じですね。という感じでふんわり終わっていくっていうのが決まってるので、なんか沈黙が怖くなくなったのって昔からですか。例えばこう見ていて、話をしていて、ふって途切れる時ってあるじゃないですか、それって何か言わなきゃって思う時も人もいるみたいなんですよ、でもそれはその空気感っていうのを受け、全然 OK なわけで、それはそれで、こう昔から怖くなかったです、沈黙って。怖かったですね、沈黙になると自分がバレると思ってました。だから攻撃型だったと思います、昔は。私今でもそうなんですけど、私こうなのこうなの、私の意見はこうなのよっていう感じでした。でもクリスタルボールを始めた時は、ハーモニーでごまかしてたんです。今5つ持ってるんですけど、5つ一気には鳴らせないんですけど、3つ4つとかでハーモニーをでごまかすんですね。ごまかすってことは自分の音に絶対自信がないから、こう次々次々鳴らしちゃうんです。そこに気づいた時に、いやごまかさなくても自分の音が好きになればこれを聞いとけばいいんじゃないと思ったんですよ。ちょっと沈黙とハーブずれるんですけど、で1時間ぐらい1つのボールの音を鳴らしてたり、2時間とか結構するんですよ。した時に自分の満足のいく音が出ると、もうずっとそれをじーって聞いてるんですよ。クリスタルボールは余韻がすごく長くて、スーパーグレードとか3分4分ぐらい余韻があるんですね。そう、終わるまでずっと聞いてるんです。だからそこからなんか待てるっていうのができてきた感じですね。答えになって、答えを求めてないので大丈夫です。はい、かそう、待てるからその沈黙も全然平気です、何分もずっとね沈黙はないですけど、そう考えるとクリスタルボールの奥深さを改めて感じますね。そのクリスタルボール、共鳴するというか、ただ音がこう響いていて、だん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 こうなくなっていくわけじゃないですか、その工程も含めて面白いですね、そうですね。で、鳴らしてる私が一番気持ちいいんですよ。
せっかくあれですね、カメラがあるので別にこの収録これはこれ止めるんですけど、はい、配信してます。そうですね、今日は3つだけですけど、はい、これで止めまして、はい、こんな感じでゆるっと終わっていくので、はい、すみません、ありがとうございます、お時間いただいてありがとうございます、止めますね、はい、ありがとうございます。